いや、なんか、僕が、学芸触ってる理由の一つで、学芸をずっとやってきてる人って、選手人生、選手歴がすごく長いじゃないですか。そうですね。で、FPS の畑って結構、早めに、まあ、選手寿命が来るというか、なんかあれって、ケンキがちょっと話してたんですけど、やっぱチーム戦やから選手寿命が短いってケンキは言ってたんですよ。要するに、格ゲーって結局、格ゲーマーたちって別にあれずっと勝ち続けてるわけじゃなくて、負けてるけどやめてないだけなんですよ。そうですね。大会で、別に負けてるけど、勝つまでやってるんですよ。で、勝つまでをやるってことが、要するにできる環境なんですよね、結構格ゲーって。でも、チーム戦って、その時点でもう交代になっちゃうみたいな選手が結構、ことが多いから、結果的に、別に本人的には引退したくないけど、余儀なく引退しちゃうっていうふうになることが多いって聞いたんですよ。まあ確かになんかその人生をやめる、精神人生をやめるかどうかは、格ゲーにおいては、まあ自分が諦めなければ、俺言わないじゃないですか。終わり、そうなんです。個人でやってるんで、相谷さんが明日からまたプロ目指そうと思えば、そうです、そうです。その選択やもれあるんでする。よ。そうなんですよ。でも FPS は、まだちょっと前までは、仕事を転職とか就職するとか、大学進学で辞める人が多くて、で、FPS。最近は、ちょっとまあやっぱ伸びなるほど、てなるほど。て、そういう感じまあなんかな。29とか30ぐらいまではいるんですけど、まあでもやっぱ、格ゲーも、なんですかね、ずっと戦い続けられてる人って結構一握りじゃないですか。そうですね。それと同じで FPS も、まあまあ一握りではあるんで、上位は。だから、まあ、っていう話はちょっと置いといて、いや、でなんも今か、のちょっと話で、社会人になったタイミングでプロを辞めるっていうのがなんか面白いなと思いました。なんか、そうなんだって感じです。格ゲーはなんかどっちかというと、大人になって、なんか就職先みたいな感じでプロになる人が結構いるっちゃいる。就職先って言い方ちょっとしたらおかしいですけど、まあ、若いうちにちょっと台頭してきて、で、どっちかというとプロになるか、若いうちにプロになる人っていうのがほぼいないんですよ、格ゲーって。例えば10、まあ、いますけど、大学生でプロになって、で、そっから社会人になるからプロ辞めたって人は、いないかもしれないですね。聞いたことあんまない。まあ、プロになるかどうかの選択をしてプロになる道を、まあ、辞めて就職とか学業に行ったって人は、まあ、いますけど、プロになった後に辞めたって人は聞いたことないかもしれないですね。なんてだろう。まあもうその道で行こうってなる人が多い。短時間、一日は仕事しながらって結構短い時間でやらなきゃいけないのと、やっぱ活動する時間が、限られてるじゃないですか。例えば、就職して仕事してたら、朝からよ、まあ、夕方ぐらいとか夜とかまで仕事して、まあ、夜8時ぐらいから活動開始みたいなそうですね。のって、フルタイムで活動するチームにはもう絶対入れないんですよ。そうですね。仕事しながらだと。じゃあそうなんですよね。若い大学生の時にプロになって、専業でやっていけるっていう感じじゃないって感じなんですか？食えないことのなる方ほがど、な多るほ分ど。多かったですね、昔は。確かに昔はそうですよね。そうですね。なるほど、なるほど。まあ、じゃあ時間的な問題でプロを続けるのが不可能になるっていう、特にチーム制度難しいですよね。チーム練習が必須になるから。ですね。そこ、格ゲーとやっぱ違うな。格ゲーはやっぱそこで自分の空いた時間でいけるから、そうですよそこもね。結構違いそうっすね。一日中プレイして、これはなんか2010年とか、10年前とか、14年とか、本当に10年、8年前ぐらいなんですけど、やっぱ海外のチームはフルタイムが増えてきてて、中国、ヨーロッパ、アメリカはフルタイム結構
お金出しつつもらいつつ活動してるチームが多いけど、なるほど。でも日本はそういうお金も出るところもないし、じゃあアマチュアでやっていくんだったら基本的にはもう金削りながらと骨の親のすねかじりながらみたいな、まあまあまあそうなりますよね。そういう選択肢しかなかったんで、はいはい、なるほどなるほど。なかなかやっぱそうもいかなず、うんうんうん、本当に直近5年ぐらいだと思いますね。そのプロになってキャリアを進めるっていう選択肢ができたのは、うん、あ、じゃあすごい良くなったってことですね。最近はすごいいいですね。本当10代の子がめちゃくちゃお金をもらえる時代になってて、なんか大学進学を諦めてプロになるっていう選択ができる時代になってるんで、うん、そうですよね。また逆にそのやっぱりチーム戦のゲームはそのやっぱ運営がその分やっぱすごいいろんな意味で大変だって話はいますね。お金も5人6人かかるし、 その要するにそのそれをまとめる管理することも必要だし、うん、ですね。その辺はちょっとだ、格ゲープロの方がそのプロになる多分あれは低いんじゃないかな、そのハードルは、うん、1人でいいし、うん、そうですね、のはそういう気はしますね。はい、まあ5人やっぱもらえる金額って多分そこまでなんですかね、多分チームで取るのと個人で取るのとそこまで差ないと思うんで、ワールドとかだと結構もう最近はすごい上がってるんで、ああ、はいはい、そうですよね。はい、なんかやっぱりあとその移籍がやっぱ多いですね。 FPS は格ゲーはなんか多いですね。そんなにチームを転々とする人ってまあかなり少なくて、まあ大体同じチームでずっとやっていくんですけど、まあそこもやっぱ個人のチームのあれがあるのかな。チームやとどうしてもね、そのいろんな多分この人がいるからこっちがいいとか分かんないですけど、うん、まあ、そういう要素が格ゲーには、まあ、SFL あるけど、まあ、基本的には少ないんで。でもあれですよ、多分 SFL を勝つことが世界の目標だとするじゃないですか。はい、まあアメリカ、ヨーロッパ、アジアとかジャパンがあるじゃないですか、 SFL。 はい、ありますね。でその中でリーグがあって、うん、その上位チームだけが参加できる世界大会みたいのしかないとしたら、はい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 、多分日本の SFL のチームはもうとにかく絶対勝てるようなロスターを揃えないといけなくなるじゃないですか。確かに確かに、そうですね。そうなってくると多分 FPS と同じような、あ、そうかもしれないですね。だから個人主義じゃないですけど個人競技としての側面がやっぱこうカプコンプロツアーとか、はい、そういうところでまだ残ってるのが、まあ、やっぱそこまでになりきらない理由でもあって、まあ、いいところでもあると思うんで。そうですね、まあ確かにな、まあ、そういうのはあるかもしれないですね。まあ、SFL ないで、まあもう SFL 自体がもう日本の SFL 自体が結構そのスレッドファイターに関しては割とこう最高峰のものってなってるから、うん、そのSFL に出た時点でもうそれに参加できてるみたいな感じなんですよね。そう、多分その Q さんが今言った日本の勇者チームしか出れない大会って言ったじゃないですか。はいはいはい、あれがもう SFL なんですよ多分ジャパン。なるほど。でそれで優勝したチームはもうかなりの確率で海外チームにも、まあ、まあスト6は分かんないですよ、分かんないですけど、まあ、5では多分日本勝ってるんで、うんうんうん、まあそれぐらい強いチームに結果的になる、なるほど、っていう状況ですよね今は多分。まあでもやっぱ1億総取りの大会がセフェル以外にもあるっていうのが、うんうん、あ、そっちはあれですよね、カプコンカップのですよね、うん、選手側からするとすごく大きい。ああ、いや、そうっすね。だって一人で、うん、まあちょっとねそこがチームスポンサー、あのチームとどれぐらい取り分なのか分かんないですけど、まあ多分かなり自分で得られるますよね、あの CC の賞金っていうのは、うん、まああれは相当スト6になってマジで夢がありますね。多分5の時は1500万ぐらいだったんですよ確か。そんな上がったんですか。はい、で6の初年度で一気に上がったんですよ。そうなんだ。だから本当にてかもう、なんだっけ、サウジアラビアの大会5000万だっけな。だから6ってちょっとね、いろいろ、はい、いろいろなんかおかしくなってて賞金が、だから選手としてはもう今最高の
状態ですね。うん、SFL で、やっぱりあのチーム戦やし、それでプロも増えるし、うん、まあ、やっぱ格ゲープレイにとっては今、めちゃくちゃいい状況ですね。なんかそういうのもあって、個人競技プラスチーム戦、なんかその陸上競技みたいな感じで、うん、なんかその、出てるのは同じ選手だけど、こういろんな姿が見れるのは、まあ、すごく大会観戦してていいなとは、めちゃくちゃ思いますね。個人としての、なんかその、例えば川野さんとかだったら、はい、個人で大会出てる川野さんも面白いし、まあ、あの、チョグッパチはあれですけど、はい。はい、結構、SFL で落ちちゃったチームの選手が個人で活躍したりするんですよ。うんうん、ガチ君と川野がそれで。ですよね。ガチ君はその第一ターンで、SFL 落ちちゃったんですけど、その落ちちゃったからシンガポールの大会優勝したって言ってたんですよ、本人が。ああ。要するに、落ちたことによって、いろんなキャラの対策ができるようになったんですよ、うん、本人が。その SFL する機会も減りますもんね。そうですね。それもありますし、結局 SFL 出てると SFL のキャラを対策することが基本全てになる。うん、で、その精度は上がるけど、トーナメントで勝ち上がるのがやっぱ多分ちょっと若干難しくなるっていう側面やっぱあると思うんですよ。うんうん、例えばブランカの対策って SFL 出たら、極論言うと時間の無駄なんですよ。いないですもんね。はい。極論ですけどね、それは。まあ、でもそこでこういろんなキャラを対策したことによって、うん、まあ、シンガポールのオープン大会、トーナメントで優勝できた、みたいな。うん、まあ、そういうのはやっぱあると思うんで、まあ、そこでこう腐らずに、なんか頑張った人が勝ったのはすごいなっていうふうに思いましたね。うん、アガチ君も川野も。